どうもお疲れ様です。即開塾の久保ですえ。今回はですね、ちょっとリゾートツアーのね、ご案内といいますか。まあリゾートツアーって言っていいのかどうか。まあとにかく、無料で宿泊、移動ができるね。まあそんな素敵なツアーが用意されてます。今ご覧いただいている、東京都の取り組みですね、これはね。もちろん、お話したように、宿泊費タダですし、食事も全てタダで参加できますので、まあ現地に行くまでのね、交通費は、 日本全国各地から行く交通費は、まあ自前ということになりますけども、例えば、小学生のお子さんとか中学生のお子さん、で、小さなお子さんとかもそうです。うちもそうなんですけども、まあ、そういったね、ご家族がいる方もいいと思いますよ。ゴールデンウィークが終わったと思ったらすぐに夏休みになるじゃないですか。だから、今回ね、これを使って計画立ててみたらどうかなと思います。はい、これね、東京多摩諸島地域暮らし体験ツアーっていうんですよ。 ね、真ん中に書いてますよね。丸く。うん。これね、島に住むことを前提にしている方のツアーなんですよ。ね、集合場所までの交通費は自己負担で、えー、もうこれはね、ご勘弁いただきたいんですけども、その後の交通ですとか、宿泊、食事に至るまで、すべて無料で参加できるツアーになってるんですよ。これよく探したでしょ多分東京に住んでる方でもこれ気づいてないと思います。で、 条件はたった一つ。移住を検討していること。ね。約束じゃなくていいんですよ。うん。で、今回のツアーでの行き先ってのは、あ、あきる野市っていうところとね。あと、ひそ原村。うん。ちょっとね、私漢字が読めないんですみませんけども。そういうところと、あと、東大和市だと思いますけどもね。あと、奥多摩町、三宅村。このあたりです。三宅村に至ってはですね、あの、解散場所が、あ竹芝、 客船ターミナルなんですよね。で、これもね、読み方が本当に合ってるのどうかわかりませんけども、大型客船にも無料で乗ることができるってことだけ言わしておいてください。夏休みの思い出作りにご家族でいかがですかで、気に入ったら本当にね、住んでみようかなっていう考えでもいいと思います。えぜひね、動画概要欄に URL 貼っときますので、そちらの方からね、クリックして、まあ、まずはサイトをご覧いただいてね、サイトぐるぐるしてみましょうか、こう。ね。 どうですか東京多摩諸島地域への移住後の生活をイメージできる暮らし体験ツアー公邸ね実施期間が、えー、今年の7月から来年の2月までというね、うん、年末年始をまたきます参加条件多摩島所地域への移動等を検討している方、うん、LINE 公式アカウントへの友達登録と3回のアンケート調査回答ね 移住検討目的以外の方の参加はお断りしますということですね。はい。費用は無料。ツアーに付随しない飲食、買い物代や集合場所までの交通費は当然ですけども、各自で持ってくださいということになります。こちらの方ね、友達登録ということになりますよね。どうですかねこちら、小学生の子供がいる、ご家族大歓迎、あきる野市。これは、 なんて読むんですかこれ <laughs> ね。ね中学生以下の子供がいる、ご家族大歓迎ね。東大和市でいいんですかこれ。幼児から小学生までの子供がいる、ご家族大歓迎。奥多摩町。40歳以下の夫婦。もしくは、中学生以下の子供がいる、ご家族大歓迎ね。三宅村。釣り好きで、中学生以下の子供がいる、ご家族大歓迎ということでね。東京でもこうやってね、移民を進めてますね。 トップページ多摩地域となんて読むんだこれ、ね、ここれですよ東京23区に張り付いてるここよくあれですよねあの東京なのに過疎地みたいなところで出ますねで島がこういうふうにありますなるほどねはい体験ツアーねこういう風になってますワーケーションおお結構いいとこじゃないですか 倉橋島みたいだな、うん、はい他過去の取り組みうーんいや面白そうですよこれまああの直接サイトをご覧いただいてもいいと思いますまああの移動あ移住か移住を検討されている方今回は無料でご案内可能ということですからねお楽しみにそれじゃあ